釘を一切使わず細かく加工した組木を使い、幾何学模様で空間を彩る組子。組み方次第で絵画のように様々な絵を浮かび上がらせる組子は、辰浜建具の代名詞でもあり、日本建築に欠かせない匠の技です。およそ370年続くその伝統は、今なお職人たちの手で受け継がれています。今回の石川いいねは、生活様式の変化で建具の需要が減少する中、組子の可能性を探求し続ける現代の名工、岡野茂さんを訪ねます。で、岡野さん、辰浜といえばね、はい、建具が大変有名ですけれども、はい、歴史的にはどれぐらいあるんですか？歴史的には400年近く続いておるわけなんですけども。じゃあもう江戸時代から、はい、そうです。東林寺が改築された、うん、その時からですからね、はい、東林寺っていうのはこの辰浜にあるお寺？そうです、禅宗のお寺なんですけど、はい、その改築にあたって、尾張の国、今の愛知県ですね、はい、愛知県の方から2人の指物師を呼んでるんです。はい、ここで指物師の村人が手元をされた、はい、それがきっかけで今の辰浜建具があるんです。でちょうど今後ろにね、はい、これは屏風、三面屏風ですね。三面屏風、はい、まさにこれ拝見してると、まあ、工芸って、ね、感じですけれども、はい、ものすごく細かいですよね、これ。そうですね、このごま柄は秋田杉、そしてここの組子はヒノキ、はい、そして、まあ、こちらの方は、この黒いのは神代杉。なるほど。僕これその色の違い、何か塗ってるのかと思ったら、そうじゃなくて、そもそも元々の木の色、はい、そのままの素材を使ってこういうこの富士を描いていくわけね。あ、そうか、富士山になってるわけですね、はい、富士になったのかね富士と雲を描いたつもりなんですけど。はあ、なるほど。板をくり抜いてるわけじゃなくって、はい、組み込んでやるわけ、ね、組み込む、はい、そうすると一つ一つのこのぐらいの大きさの木の板というかをこうはめてって組んでるってこと？ね、1.5 ミリですね。1.5 ミリ。細かい仕事ですよね。はい、どれぐらいの数使ってらっしゃるんですかね、これだと。そうですね、まあ、ここで何万やね。やっぱ万単位ですよね。万単位やね。そうですよね。はい、パスがね、はい、いやー、ちょっとね、驚きですよね、これは細かいな、はい、あ、岡野さん、これは屏風かなんかなんですか？これ4枚建ての建具なんです、うん、あ、4枚建ての建具ね、はい、はい、これものすごい細かいですね。そうです、はい、いや、なんか目がチカチカ気が遠くなりそうなんですけど、はい、これが全部同じ大きさに、まあ、機械でカットされた、はい、カットされた、はい、こうちょっと三角になってるんですね。はい、鋭くとんがったとこと、うん、ちょっと弱い角度、あ、反対側はね。そうです。いや、でもピタッとなんかはまるから気持ちいいって気持ちいいですよね。そうやね、いや、でも本当に、いや、作業が細かいから、やってみますか。え、やってみますか。いや、見てると楽しそうですけどねやったらあれですかね。やってみます。そもそもですよ、これどれでもいいんでしょうか。はい、どれでも、まあ、まずね、もう目がね、よく見えないからこっちのがとんがってるんだ、はい、こっちのがとんがってるんですよね。どうでしょう入らないですよね、最後はね、銀河にね。あ、入った。折れたから
いや、岡野さん大変失礼しました。あ、いえいえ。いや、楽しいなんて言った私がバカでした。先ほどその組子を使ったなんか商品みたいなお話ねされてましたけど、これコースターやね。これも要するに組子。これも組子です。ということなんですね。そうです。はい、だからこういうものも要するに商品として今抱いてます、うん。出してらっしゃる。はい、そうですね。こういうのはコースター以外にも何かあるんですか？コースターもそうやし、写真立て。うん、あ、ほう、写真立て、ね。写真立て、ええ。あとミニ屏風とか。はい、ミニ屏風ね、はい、あの後継者というか跡継ぎとかいらっしゃるんですか？そうね、うん、それが一番大事なことでね、うん、まあ、弟と2人してやってますけど、ね、これからの立山立てはやはり後継者が大事ですね、うん、どこもやっぱ同じような悩みを抱えてらっしゃるというか、それはありますね、うん、はい、育ててはいかんならんことなんですけどね、うん、はい、でもこれ本当見てるとまあ、それは私も簡単に後継ぎ後継ぎって言いますけど、これ本当手先でも器用じゃないとできませんよね、これ全てに。いやー、そうでもね。あ、そうでもないんですか？私も若い頃はやっぱり不器用やったけど、やっぱ不器用ほどやっぱり一生懸命やっていくと器用になるんかなっていうことを思いますわ。はい、そういうもんですか？はい、と思いますわ。最初からそうしてできる子はいませんからね、うん、はい、まあ、ね、できりゃできんなりにやっぱ努力していけばできるようになるっていう、うん、はい、やっぱ何でもそういうもんですかね。そうやね、うん、はい、何でもそれを続けていくっていうことが大事かなっていうことで思いますけど、うん、